イギリス戦に救助されるフランス兵ダンケルク海浜でのイギリス兵の撤退ダイナモ作戦は第二次世界大戦のダンケルクの戦いにおいて1940年5月26日から6月4日にかけて行われた連合軍の大規模撤退作戦のイギリス側コードネームである。イギリス海軍中将バートラム・ラムゼが本作戦を計画しイギリス首相 ウィンストン・チャーチルにダイナモルームに手がいを説明したことから名付けられたダンケルクからの撤退とも9日間に860隻の船舶が急遽停廃され33万1226名の兵をフランスのダンケルクから救出したこのダンケルクの小さな船たちには様々な貨物船、漁船、遊覧船及び 王立救命艇協会の救命艇など民間の船が緊急徴用され兵を浜から沖で待つ大型船へ運んだ。この小さな船たちの奇跡はイギリス国民の心に深く刻まれ大いに士気を高揚することとなったが実際には兵の70%程度は港の防波堤から56隻の駆逐艦その他民間大型船に乗り込み撤退していた。 救命艇で脱出するイギリス兵兵の救助を援護するイギリス海軍中止当初の計画はイギリス海外派遣軍の将兵のうち4万5千名を2日で回収するというものでこれはドイツ軍が撤退阻止行動を開始するまでの時間を予測してのことであったしかしこの期間に初日の7千名を含む2万5千名しか脱出できなかった5月27日早朝 十隻の駆逐艦が増援され救出を試みたが浜に近づくことができず数千名が救助できたにとどまった。とはいえ、狭められつつあるダンケルク包囲網からの撤退のペースは着実に上がっていた。5月29日夕方にドイツ空軍の最初の重爆撃があったにもかかわらず4万7千名のイギリス軍兵士が救出された。次の日、 最初のフランス軍兵士を含む5万4000名が乗船した。5月31日、6万8000名及びビフ、指揮官が救出された。6月1日、日中の撤退を阻止する爆撃が激しくなる前に、さらに6万4000名の連合軍兵士が出発した。6月2日夜、イギリス軍公衛が6万名のフランス兵と共に出発した。 さらに2万6000名のフランス兵が次の夜、作戦終了前に回収された。フランス軍ニコシダは撤退を援護するために残った。彼らはドイツ軍の進撃を阻止したが、間もなく捕らえられた。1940年6月3日、伝軍部隊の残余、フランス軍の大部分は投降した。翌日、BBC は、 ハロルド・アレクサンダー少将は今朝、モーターボートでダンケルクの海岸を視察し、イギリスへ帰る最後の船が出発する前に乗り遅れたものがいないか確認した。と伝えた。イギリス兵及びフランス兵捕虜本作戦は成功したとはいえ、イギリス軍がフランスに持ち込んだ火砲などの重装備品及び車両は全て放棄され、数千のフランス兵はダンケルク包囲網内で捕虜になった。 6隻のイギリス駆逐艦及び3隻のフランス駆逐艦は9隻の大型船とともに、撃沈19隻の駆逐艦が損傷した。200隻以上の連合国艦船が沈み、同数が損傷した。チャーチルは彼の著書第二次大戦会古録の中で、イギリス空軍がドイツ空軍から撤退兵を守る最も重要な役割を担っていたと明らかにし、 RAF の支援なくては、連合軍は、この撤退を成功裏に終わらせることは、できなかっただろうと述べた。チャーチルはまた、浜の砂が爆撃の衝撃を吸収してくれたとも、述べている。ドイツ空軍機が132機の航空機を失ったのに対し、RAF の損失は474機だった。しかし、撤退兵たちはこの大きな支援に関してほとんど気づかなかった。 なぜなら、霧が深くて、彼らには見えなかったからである。多くの報われない、航空兵は、何の支援もなく、任務を遂行した。フランスも、駆逐艦や巡洋艦を出して、脱出を支援し、少なくない艦船を、撤退時に、ドイツ空軍、海軍により失った。ほとんどのフランス海軍艦船は、ドイツ海軍の大型艦艇の出撃に備えて、港で待機中であったが、 イギリス軍は、ドイツ軍がこれら艦船を使用できないように爆撃、沈没させようとした。イギリス海軍の本作戦における最も大きな、損害は6隻の駆逐艦だった。フランス海軍は3隻の駆逐艦を失った。救出された船の中で集まるイギリス兵団家力で救出され、イギリスで下船するフランス兵作戦官僚の前、チャーチルは、作戦の展望に悲観的になり、 庶民員に対し、重く、厳しい知らせが来るかもしれないと警告した。その後、チャーチルはその成果を奇跡と呼び、イギリスの報道は、この撤退を、大失敗が大成功になったと紹介した。チャーチルは6月4日の庶民員でのスピーチにおいて、我々は、この救出が勝利を示すものではないということに、注意しなくてはならない。撤退しても戦争には勝てない。 と国内に知らしめなければならなかった。それでも、ダンケルクスピリットの合言葉は、今日のイギリスでもまだ耳にする。ダンケルクにおける、イギリス兵の救出は、イギリス国民の士気を精神的に後押しし、彼らにはまだドイツの侵略に対抗する力が、残っているとされ、ドイツとの和平を模索する動きにも終止符が打たれた。救出されたイギリス兵の大部分は、イギリス本土の守備に回された。 侵略の兆候が見えなくなると、彼らは中東その他の地域へ派遣され、1944年にフランスに帰ってくる時の陸軍の中核となっていた。カール・デイニッツのみならず、エイリッヒ・ホンマンシュタインやハインツグ・デイリアンなど数名のドイツ軍、高級将校も、ドイツ軍最高司令部が攻撃命令を出す時期を逸したため、英国遠征軍壊滅の失敗を認めた。これはドイツが、 西部戦線において犯した大きなミスの一つで、他にはマルタ島及びジブラルタルの占領失敗が挙げられる。10万名以上の救出されたフランス兵は、速やかに、かつ効果的に、イギリスの南西部の様々なキャンプへ送られ、本国に送還されるまで一時的に滞在した。後に、イギリスの船舶は、フランス兵を、ブレスト、シェルブールその他のルマンディ及び、 ブルターニ半島の港へ運び、帰還した兵の半数ほどが、急戦までにドイツ戦線に展開した。フランスでは、イギリス海軍が、イギリス軍の撤退を優先し、その代償をフランスが負わされたことを激しく恨んだ。フランス軍のフランソワ・ダルラン将軍は当初、イギリス軍が優先されるべきだと命じたが、5月31日に、チャーチルがパリでの会談で干渉し、 撤退は平等に行い、イギリス軍が伝軍を担うよう命じた。最終的に数千のフランス軍が投降したが、6月4日に26,175人のフランス人を連れてくるために撤退は1日だけ延長された。イギリス政府は、ダンケルクでの軍需品の膨大な損失を補填するための財政負担をアメリカに依存し、後のレンドリース法成律につながることになる。 セイゲオルギウス十字の選手機は、ダンケルクジャックと呼ばれ、1940年のダンケルク、救出作戦に参加した、大将かかわらずすべての民間船のみが使用した。他の船で使用が許されたのは、海軍原水座上艦のみである。AB ホルムズ P267、ハット ABC リデルハート、ハットキーガンハットリデルハート P79。 マレアンドミレット p 八十キーガン p 八十一 a b c d マレアンドミレットハット http コロンスラッシュスラッシュ www.francobritishcouncil.org.uk スラッシュ s h o w d e t a i l s t p h p u b i d 五十一モ d e l j 段カーク P280 ありがとうございます。